飯田市ではスマートフォンアプリ LINE で市政情報の発信をスタートしました。登録すると火災発生通知や市からのお知らせなどが自動で配信、またメニュー画面からは新型コロナ関連や飯田市のウェブサイト、子育て情報など飯田市のさまざまな情報がご覧いただけます。このうちの一つ、道路・公園の不具合を市に通報の機能では、道路の陥没や公園遊具の破損など写真を送付して市に通報していただくことができます。ボタンをタップすると AI から道路・公園のどちらなのかを選択するよう促されますので、選んでタップしてください。例えば道路を選んだ場合、路面なのか道路施設なのかなど、さらに細かい項目を選ぶよう促されますので、選択してタップしてください。続いて日時、場所、そして写真があれば3枚まで送信してください。400文字以内で報告内容を入力してください。詳しい内容をお伺いする可能性がありますので、電話番号を入力してください。最後に内容を確認し、報告するを押してください。このようなメッセージが来れば報告完了です。飯田市の公式 LINE をぜひご活用ください。